待って、今のはハイパースケープのハック。なぜあんなところにあるの？説明するからよく聞いて。約30年前、私たちが恐れていた未来が現実になり始めた。いいこともあったけど、ダメなこともあった。というか、ダメなことが多すぎたの。その結果がこれよ。100億人が窮屈なメガシティでいやいや暮らしてるの。でもプリズマが全てを変えてしまった。彼らが用意したのは抜け道、ハイパースケープ。ハイパースケープの一番の魅力はこれ、クラウンラッシュ。誰もがスターになれる可能性を秘めている。クラウンラッシュでの成功は人々の人生を一変させる。でも最近妙なことが起きているの。噂では人々が負傷して、現実世界では行方不明に。ハイパースケープの裏には何か闇がある。それを見つけないと。成功を目指す者もいれば、脱出を目指す者も、他には別の目的で来ている者だっている。だから私たちは未来の果てに来た。ハイパースケープに。